標高1150メートルに位置するキャンプ場を備えたワサマタヒュッテは、大峰山系の登山ルートとして多くの登山者たちに利用されています。車はヒュッテ前に有料駐車場が約30台、ヒュッテから500メートル手前にある無料駐車場に20台程度停めれますが、無料駐車場は朝6時過ぎの時点でギリギリ停めることができたので、満車の場合は有料駐車場を利用すると良いと思います。今回は、ワサマタヒュッテからスタートをして、大普賢岳の周回コースを巡ります。大普賢岳を過ぎて、国見岳と七王岳を越えてから、旧坂を下り、宇曹洞を経由して、再び登り返してヒュッテに戻る、はしごや鎖場の多い、トラバースや岩場のあるコースとなります。Mm-hmm.